あの世の中が見えないところで今ね変わってるわけだ。でそれみんなここに来る人はそれを感づいてるからここに来たんだけど、あの感づかない人はね、単に知識や技術をね覚えようとかそういう人はね、これはいずれ離れる。それは離れていっていいの。それはその人の役目だから。何もかもね、一人の人が全部やるわけじゃない。それぞれね、役目があって、人によってね、これやることは違う。みんなはね、いろいろね、分担してやってるから。ここに集まった人たちは、まずみんなにね、しつけ役だ。しつけ役、しつけ役、しつけ、火つけたのを煽る役だね。ね、煽る。煽ってね、火を広げる役目だ。それは、いろいろの分野でね。だから、農業に関係ない人がね、結構ね、こういうところにね、集まってくるわけ。それは専門の分野でね、同じことをやるから。だから単純農法って単にね、野菜作ったりね、果物作ったり、そういうもんだと、ね、みんな思ってる人が多いけど、そうじゃない。全てを変えるっていうか、今変わってる時期だから、それを実際に、分かるようにね、見える形にしていくのがこういうところに集まるんですと。そう思ったらいいね。だからね、何もね、農業だけじゃない。それだけだと思ってね、一生懸命やる人は理解できずに離れる。いずれそれもその人の役目だから、それいいんですけどね。別に単純なんて言ってなくていいわけ。ね、自分で好きなようにやればいいわけね。で、やった結果、ね、できるできないはそれは別問題。できたってできなくたっていいのよ。本人の問題だから、こっちは知ったことないの、そんなこと。ね、好きなようにやってください。でもね、せっかくやったらさ、もったいないじゃないの。できるだけね、無駄なことはやらない方がいい。で、まずね、野菜作りはやらないこと。ね、土作りもやらないこと。ということは、微生物を育てるためのね、環境を整える。それと餌をやる。空気をやること、ね。で、大体空気と餌だけ考えれば、水は普通はね、もう十分あるから、日本の場合ね。だから水をやることはあんまり考えなくていい。ただ、乾かしすぎちゃうこともあるから、条件によって、その時はね、人に聞くんじゃないの。作物に聞く、まず。水がね、足りてるか足りてないかは見りゃ分かるから。足りなきゃ枯れるだけのこと。弱ってくるね。で、水が過剰になるとね、大体ね、病気が出たり虫がついたりするから、それは、酸素が不足して微生物が弱って土の中の、ね、微生物が減って、で酸欠状態だと腐敗が起きる。腐敗が起きた結果、腐敗成分を吸い上げた作物が虫の餌になるわけ。虫は腐ったものを浄化するのが役目だから、腐りやすい野菜は虫が食べてくれる。人間も腐ったらちゃんと食べてくれるね。病気っていうのはね、人間がね、腐るからそれを処分してるわけ。腐った人間は処分してくれないとね、
人間の進化上都合悪いと、生物の進化にとって邪魔なものは必ず処分するように自然ができているから、そうしないと生物って進化していかないの。人間だって、ね、微生物だって、ね、動植物だって同じ、全部その仕組みは。で、微生物に任せて作ると美味しい野菜ができるからね。何が美味しいかみんな知らない、今ね。基準がないから。自分の頭の中にあるだけ。きちんとした基準がないと、どれが美味しい、美味しくないってことが言えないの。で、何が美味しいかっていうと、甘いものは美味しい。甘いものが美味しいって感じるように人間できてるから、他の動物はそうとは限らないけどね。で、発酵したね、発酵した成分ね、発酵した時にできる成分、これも美味しい。これはもう人間経験済みね、猿でも経験済み。木の実なんかが熟れてね、発酵状態になってアルコールができたりしてくると、いろいろ動物が集まってくる。動物みんな好きなんですよ。健康にいいことも知ってる。だからその成分を吸い上げた野菜は当然美味しくて健康に。それには土壌をね、土をね、発酵状態にするわけ。だから発酵を担当しているのがカビ。でカビって生き物、動物の仲間。大きくあったらね、植物じゃないのよ、動物の仲間の。だから餌をやって飼う、常に飼うっていう感覚が必要、ね、餌を与えて土の中の生き物を飼う。だいたいね、一反母あたり牛が1頭から2、3頭増えれば5頭分ぐらいの、それぐらいの微生物が増えると思ってる。すごい量よ。それがね、野菜育ててくれるからさ、費用もいらなきゃ、何もいらない、手間もいらないの。それをみんな頭でね、考えちゃって手をかけすぎる。手抜き農法ってね、別名手抜き農法、実際にはね、炭素循環農法ね、単純農法ね、そんなものないの。それは仮のね、名前つけただけ。で、今まで自然農法とか有機農法っていうね、名前があるから、それとね、区別するために、一応単純農法って名前つけてある。これは一応ね、なんか名前がないと不便だから。ただそれだけのこと。簡単に言うとね、今までの自然農法、これは似て非なるもの、ね、衛生、全て 100% 今までの、ね、自然農法、衛生もの、本物じゃないの。本物って本来のもの、本来の人の、ね、食物を作る農業。それが自然の本物なんです。本物って言葉よく使うけどね。ね、本来のものなんだね。本来の人間の食物をね、生産するためのね、技術とかね。それが自然農法なの。今まで、今やってる自然農法って、それとは全然別のもの、かけ離れ。だからあれは勉強しちゃいけない。触らぬ神にたたりなし、手を出さない、ね、あの知識持ってる人はそれをどうやって捨てるかを考える。これ一番難しいの。不幸にして知っちゃった人ね、一番不幸な人、この世の中で自然農法をやった人は、それほど邪魔する。自分はいいことやってると思ってる、変えることができない、正しいことをやっていると思っている。
自然に優しいから、ね、人間の分際で自然に優しいもあったものじゃないよ、ね、自分だって自然の一部だ。人のことより自分のこと考えればね、まずそこからやらないとダメで、みんなはね、まあね、いろいろなことを言っている人はさ、環境にいいとか、ね、よくしなきゃいけないとか、それはね、自然に優しくとか、ね、いろいろ言うでしょ。でもそれは結果、方法でもないし、ね、目的でもないの。結果的にそうなる。逆になってるわけ。結果だから、結果をいじり回したってね、良くならないの。ね、原因、目的、それをはっきりしない。みんな反対にね、やってるわけ。そこのところをね、頭の切り替えがまず第一だから、で、土に空気を入れる前に頭に空気を入れる。頭が腐ってる、頭の中腐ってるから。あの、実際に畑やってる人のね、畑見る。そうすると、ね、畑の状態と頭の中身の状態、これはぴったり一致してるから。で、水はけの悪い人の頭は、やっぱ水はけが悪いの。腐敗してるの。ね、土が乾きすぎちゃってる畑は、やっぱり頭の中が乾いちゃってるの、カラカラに。そのあたり、河野さんはあの武術やってて、やっぱりその人の技術っていうのと、その人のキャラっていうのはどんなふうに考えますか。あ、何でしょう、どんなふうに考えるかと一致してるもんですか、畑と同じように。やっぱりその、なんていうかな、理解が、その力を使わないとかっていうことの理解が、何かを使うっていう感じになっちゃうんですよね。だからそのやっぱ答えが欲しい人がありますよね。こうやってこうやってこうするっていうのは、だもちろんある程度はあるんですけど、そのある程度はやり方はもちろんあるんだけど、そのまあ口で言えない微妙な感覚ってこうあるじゃないですか。だからそう、まあ、結構西洋の人ってそういうものはないも同じだみたいな、本当にそう思ってる人いるんですよ。うん、口で表せないものは別に存在で意味がないみたいな、そこまで、さすがに日本人はそこまでの人はないけど、西洋は平気でそういうことを言う人もいますよね。口で表せないなら別に何にも存在する意味はないけど、それはありえない。物質として存在しないものはない。知識が変重して、ね、あの、もう知識知識それだけだ。これは理由があるの。あのヨーロッパ、ね、北欧系、ね、まあ、一番今までこう新であのこう文明的に、ね、上位だって思われてる。あれは実はこれ、はい、これヨーロッパで、これアメリカね、これは大体あのなあのアフリカ南の方ね、まあ、南半球でここだと思います。それぞれの、これは何かっていうとね、エネルギー、心のエネルギー。あの、ヨーロッパはこの知識、ね、知性のエネルギー、これが代表してるの。アメリカは本能的、アメリカ手が早いよね。それは本能、瞬間的に、頭使わないんだ、瞬間的にね、行動を取るとか、アメリカ。で、じっくりね、あの、やってるのがアフリカ。ね、アフリカとか中南米とか南半球だ。理性、理性のね。ね、でヨーロッパ、ヨーロッパじゃない、アジア、アジアは感情に支配されるの。ね、理屈とかさ、損得とか関係なしに、日本がね、戦争ね、どんどん拡大していった、感情で走ってる。そういう、こう大陸ごとね、中心になったらエネルギーが違うわけ。で、こんな模型があるわけ。
これは便利なもの、何にでも使えるんだけど、ね、あ、これ林さんの手作りですか。はい、これね、去年までなかったアイテムですね。そう、あのね、今シロさんも持ってるけど、これね、名前がついてんの。はい、だ次元だ、ね、次元2号っていうの。次元、次元、ね、3次元。我々の住んでる世界ってさ、ね、縦、横、高さ、ここは、この世界が3次元、この世。で、ね、あの世ってみんなが呼んでるところはさ、この3つ、ね、これで立方体できるわけだよね。ここの世界があの世。で、こっちが前。みんなね、向こうから見てるね。後ろがこっちで、前こっちね。だって、星空って前。過去の光って言われてるでしょ。過去なのよ。ここが現在ね。こっちは未来。これが時間軸。はい、そういう関係にあるわけね。で、我々はここに住んでるから、こっちが見えない世界でね。畑だったらこれが地上見える部分、こっちは地下の部分見えないと。ここの出来でこっちが決まるわけ。ここをどれだけ良くするかで地面から上の見える部分がね、結果としてここに出てくるから、そういう関係にあるからね。だからね、我々の心の問題でもここをよく表面ね、実際にみんなが自分だと思ってる、この意識を良くしようと思ったら、こっちを何とかしないとこっちが良くならないの。これ絶対に切り離せない関係があるから。で、これで実際にはこのね、8つの立方体がこれできるわけね。8つのうちの2つね、8分の2、つまり4分の1、25%、 25% が我々の意識のね、それぞれの個性、個性のエネルギーね。で、これは畑に関係ないから、畑に関係があった時にまた出てきますそういうことなのね。だけど意識のね、心の世界とこの単純農法でもね、この古武術っていうよりは今度単純武術って名前つけちゃったんだけど同じものなのね。同じなの、原理的には。佐藤さん、同じだっていうのは本当ですか。ああ、いや、まあいろんな意味で共通してるところはあるかなと思ったんで、やっぱりすごく、ね、去年会った時にインパクトがあった。もうすでに自分でやっておられるからすぐ分かる同じことやる、ね、だから世間にこうなかなか受け入れられにくいだろうなっていうのがただ時代が変わってきたから、少しやっぱりここまでいろんなところが行き詰まると、まあさすがにそうも言ってられないと思う。なんか流れが出てきてる感じがしますよね、去年。あそこの感じ方まで一緒ですね、うん、それは実際現実に今まで、その例えば何年か前なんかラグビーの人たちのコーチの講習会にちょっと新しいのでも呼んでみようかなって、まあ、ちょこっとぐらいでも参考になればなって、でラグビーの常識を覆すようなことやったら気まずい雰囲気だったすごいなんか、まずかったかなっていうかこうやってこう防いでる人をこういうのなかなかこうやってのダメなんですよって、こういうのひっくり返せますかねっていうの、できるわけねえだろっていう顔なんですよ。それで私がガーってやったら、みんな、うん、そんなもんだよみたいに、こうそうやってみんなでこうニヤニヤと笑う準備まで顔がしてるそこでコロッとひっくり返したら、そのなんか一番のリーダーみたいな教会員が、日本の夏目君って言ったんですけど、学生がちょうど来て、夏目お前本気だったかそれでなんかすごい決まってる雰囲気でちょうど私の記録映画にその気まずさが映ってるから公開社会の時みんなが笑うのがその場面なんです。
なんか、あれを応用取り入れたらラグビーめちゃくちゃ強くなりそうですけどね。いや、でもやっぱりね、コーチとか指導者っていうのはもういい方法はないですかって言うけど、この目に見えない一番大きい正し書きは俺のメンツが立った上でな。確かに。でも農業と全く同じことですね。だから、まあ、今回 の、 あのスタップ細胞騒動ですごく私は分かったと思うのは、科学っていうのはその手続きとか手順とかがすごく大事で、そのことよりもそれがあれなんだろう。だから例えば断食なんかですごい難病を治すことがあっても、決してそれがえそれってっていうことにならないんですよ。だから私も前本にも書きましたけど、週刊誌が取り上げても必ずどっかでからかいを入れるんですよ。断食してなんかあれくらいだったらその金でごちそう食った方がいいとかね、と記者は思ったとかって必ずからかうんですよ。とんでも記事として扱わないと、うん、どっかで本気にしないでねっていうふうにやるんです。なのでまだね、それを受け入れる準備が社会にできてないから、それを受け入れちゃったら、それね、その人は今度はね、村八分にされる。だから私があの宮崎駿監督のジブリに行った時に、私の動きってこう気配がない方がいいでしょっていうのを宮崎監督に苦笑いされて、やっぱり威力を出すのはおりゃーとかってこう思いっきりこうやるぞみたいなんで、こうみんながすごい威力なんだなとこう思うわけ。だからそういうんじゃなかった手抜きのアニメに見えるっていうか、なんか全然こう見てる人がそう感じが伝わらないっていう。だからそれってね、本当に世の中の常識っていうのは、威力を出すときは思いっきり反動つけてこうやるみたいな、まあ、そうなっちゃう。宮崎アニメもオーバーですね。うん、だから結局そのいい動きっていうのはなんか全然つまんないことになっちゃうから、だからその辺、だからその問題っていうのは一番こういうことをこう端的に表してますよね。まあ、宮崎、ね、駿のあの人はね、あっちの世界を表現させられている人なの。全部これでエネルギーで見るとあの人のね言いたいことが分かる。もちろん無意識のうちにやってるんだと思う。それぞれのね、あのアニメ、あちこちにね、これが分からなかったら分からないことが、ね、出てくる。いや、それはもうあの人の矛盾点って、今の時代の矛盾点はすごく自覚されてるの、確かに。うん、私、二人きりで1時間半ぐらい、あの書斎で話そうとしたときに、やっぱりほとんど話にならないんですよね。いや、こう言いかけると、こうお互い考えてることが同じだなって分かるから、言葉に出して、ちょっと言いかけただけでも、ある種今の時代の問題点を共有してるなって分かるから、話があんまり盛り上がらない。それでなんか、外の土地の木、あれ土地の木ですね、あれ土地餅昔作ったんですよねとか、なんかそういうすごいたわいもないような話。ね、役目だからね、それをまあみんなで関心持つのはね、それを感じてるから。何かわからない程度ね、そこがね、プロの仕事だ。それをきちっとね、きちっとみんなに伝わるようにそれをやってるわけだ。だからこれが分かっちゃうと、世の中ね、面白いんだけど、ある面面白くない、分かりすぎちゃう。だってあらすじも結果も分かった本って読む気にならないんだよね。そういう点もあるけど、これはね、単純農法をやってるとね、自然にね分かることなの。だって自然相手ってことはね、自然ってさね、あれこれこの部分この部分って言えないのよ、全部つながってるから。で、農業っていうのは全てを相手にしてんの。農業者って科学者でなきゃ、ね、自然をね見る科学なんだ、科学そのもの。
それをやらないと何も分かってこない。大事ね、その点がね。それが今までは科学じゃなくて経験ね、経験と知識のね積み重ねの上に技だけになってるわけ、技術だけに。これはもちろん技術も大事でもね、技術だけじゃ限界がある。そこでね、ちょうど技術とかそれは簡単だから、農業の場合だって自然は生き物を生かすようにもう作られてるから、その生き物を生かす仕組み、自然のね、この自然の仕組みを引き出す、引き出すっていうとね、ちょっと生意気な言い方だけど、その力を応用するわけ。それには邪魔しない、まず自然がね、自然の営み、自然の力、これを邪魔しないこと、それと自然状態では効率が悪い、だからできるだけ不自然にすること、ね、不自然にするってことは自然のまんまじゃね、無駄が多すぎて山見りゃ分かるように落ち葉は落ちっぱなし、枯れ枝はね枯れてそこに転がってるだけ。その時は土の中では何も起きない、土が良くならない。それでちょっと混ぜてやる、畑でもちょっとね土をかぶせてやるだけでいい。そうすると、ね、土の中の微生物が働いてくれる。でそういう点だけは DK がねちょっと手を加える。だからね、分かってくれば思いっきり手を加えて、できるだけ不自然にするの。自然の状態じゃまだまだね、環境保全力もないし、生産性も低いし、そのために畑だから、山じゃないのね。山でやったって生産上がらない、山の状態では。だからより良い自然にして、不自然にすることなんだし、自然状態じゃダメ。今までの自然農法っていうのは、ね、いかに自然に見た目だけを近づけようとして、見た目じゃダメ、中身なのね、自然が生き物を生かしてるし、ね、その仕組み、それを畑で効率よく働かせる、それだけ。だからすごく簡単なことなの。人間何もしなくてよくなっちゃう。ちょっとだけ手を加えた。そうすればあとね、微生物がみんなやってくれる。作物がみんなやってくれる。まずね、土を耕すのはまず作物がやってくれるんだよ。人間がやる必要ないの。作物と、ね、それに共生している微生物がやってくれる。根を伸ばす、根を伸ばせば養分があるから微生物が増える。で微生物が増えればさらに根も伸びる。で土の環境が変わる、ね、空気が入るようになる、水の通りが良くなる。で養分の保持力も当然増すね。養分ってもね、水の中にある養分はみんな微生物が使っちゃって肥料分がなくなる。つまり土の中がきれいになる。その時についでに汚れもね、分解してきれいにしてくれる。で、全部使ってくれる。肥料分も汚れなの、実は。肥料と同じものがね、この社会では金なの。金は汚れ。汚れがたまるからね、世の中おかしくなる。土の中も汚れがたまったら、これは環境が悪くなって、ね、有害って言われる微生物増える。まあ、有害な線虫とかね、いろいろのね。ただ、
すべての生き物は日和み的なね働きする。環境次第で良くも悪くもない。絶対的に悪いっていうものはない。いいってものもない。だから何が有用で何が無用かなんてそんなことはない。全部有用でね、必要だからそこにねいるわけ。だから何かを排除しようとか、ね、殺そうとか、ね、必要ないの、そういうことを考える。だから害虫も